西谷啓治は日本の哲学者、京都学派に属する、京都大学名誉教授、文化功労者、石川県法塚郡の都庁の出身。若年で東京の出身である西田喜太郎の試作と体験に出会う。第一高等学校を経て京都帝国大学文学部哲学科に入り、西田に支持する。1943年、京都帝国大学教授。 近代の彫刻に参加し、戦後に公職追放。公職追放解除後の1952年に京都大学教授に復帰し、1963年に定年大官、名誉教授となる。大谷大学教授、ドイツ神秘主義などを研究するが、ご半生は全仏教に傾倒した。宗教哲学以外の分野においても、場所を、関山氏やトルストイ、 リルケに関する考察や、追筆も多く残している。また、学生時代には、リヒャルトデデキンとの、数とは何であるか、何であるべきかを読むなど、数理哲学への関心を有していたようだが、その方面で論文を書くことはなかった。1972年にゲーテメダル受賞。出生地である右室には、西谷刑事記念館がある。高坂正明、高山岩を 鈴木聖高と共に、京都学派四天皇と呼ばれている。未来者創設者の西谷隆夫は重帝である。息子の西谷雄作も、兄弟助教授を務めた。ありがとうございます。